シャボロ。芸能界の強者どもが男女に分かれチームで激突。さあ、ボビーがローラちゃんの存在にビビってると聞きましたよ。北京オリンピックのメインスタジアムとなった北京国家体育場、通称なんという。さあ、解答権は山田さん。でしょ、おいしょ、鳥の巣。正解。動物の赤ちゃん、名前を答えろ。2問目の人質はこちら、花屋さん。男性チーム正解ということで、女性チームの人質に放水です。頑張れ。看護師さん正解。今度は男性チームに放水。先に水没するのはどっちだ。学校の先生。美容師。正解。ということで、久本さんがなんとここで溺れてしまった。男性チームの勝利です。ナポリタン。ナポリタンはどうなのか。さあ、男性チームが押した。男性チームがナポリタンをパクパク。答えろ。さあ、目の前に写真が大きく現れた人にだけ回答権がありますからね。さあ、来ました、ネズミ先輩。熱帯魚。ポンポン行って。海。違う。ヒレ。ヒレ違う。食べ物。さあ、まもなく寛平さん。沖縄。あ、ミスチルちゃうわ。さあ、竹山さん。中国？エビチリ。中華料理。全て言葉にしてみてください。言葉の中に何かが隠れています。本当は、言葉の中に何かが隠れている。全て隠れてますよ。さあ、隠れていいんですよ、口頭で。はい、分かってます。ほい、フランスパンですよね、これは。そうです。なんだこれ。時間がない。国の名前。正解。美容師。正しい漢字を選べ。あいあい傘。さあ、自分の目の前の漢字、上下どちらが正しいのか選んでくださいね。それでは答え合わせ。
時事ネタで即興コントということなんですが、こちらの私はもうさっきも石原まり子のネタでやってた。おはようございます。佐藤さんはいち早くフレームが来るからな、フジテレビ。瞬間コントをやってもらわなきゃいけないわけですよ。